今ね、高知にいます。高知市ということでいます。7年9ヶ月ぶり2回目の高知なんですけど、前回訪れた時カツオのたたきを、まあ、何点か食べたんだけど、そのうちの1点が明神丸というお店で、ちょっと久々にね行こうと。広め市場にもできたみたいなんだけど、まあ、それで今晩はちょっとそこの懐かしいんでね、今行ったんですね。わら焼きということで、夜の定食で結構いろいろありますね。カツオたたきと釜飯御膳か。他にもいろいろあります。でまずは生ビールをいただきました。でどれにしようか悩んだんですけど、カツオのたたきと、釜飯御膳ですね、釜飯御膳にしました。税込みで1628円です。生ビール1杯と合わせて、2178円ですね。で出てきたんですけど、まあ良かったです。前回食べたのが違うやつだったんだけど、いずれにしてもね、カツオのたたきはすごくね、まあ、美味しく感じたんで、またこの明神丸、そしてこの帯屋町の店舗ね、利用させていただいたんだけど、すごく良かったです。カツオのたたきに関しては塩とたで3切れずつですね、両方とも本当に美味しくてね、このわら焼きで焼くんですけど、まあ、すごく新鮮でね、焼きたてですごく美味しかったですね。7年9ヶ月ぶりなんだけど、まあ、やっぱ臭みがなくて、今まで食べたね、その時感じたのはカツオ好きじゃなかったんですよ、正直ね。生臭いカツオよく食ってきたからってあるかもしれないんだけど、全然違ってね、臭みがなくて、その炭で焼いてるから炭のこの香りが口から鼻まで伝わってくるっていうかね、たまんなかったですね。久々によかった。まあ、今日はね、序の口なんで、明日はいっぱい他にも父さんの料理を、ね、頼もうと思って、ということで、20時25分、まだいませんでした。